階段があったわ。あ、これね。調べれば何かわかるじゃろう。なんじゃと？そんな、これは初耳じゃ。あれは鍵？これは何の鍵じゃろうな。使え、壊れている。壊れてはならん。半分に割れとるだけじゃ。片割れがあるかもしれんぞ。ルーンの内容。シグルーンが愛した男、ヘルギ王のことじゃ。あれ、この奥。二人は愛し合っておったが、両親が結婚を許さなかった。まさかミーミー、本気であなたが初恋の相手だと思っている。まあ、そうじゃな。
射手がここに置くことがあるか。もうすぐ取れそうだな。これで終わるか。まだ出てるかな。もういいや。もしかして。もしかして、そうだね。この辺のアイコン取ったはずだよね。世界の地理を持ってるかどうか。持ってなくね。持ってんのかよ。じゃあいっか。一応まあこっち帰ったらいいかな。倒したし。
走りは後回し、それか前の、フレイヤの言う通り、ノルンは訪問者を嫌う。待て、あれは何だ。あれはテュールの像の隠し。忘れなく、心に勝て。テュールは人の心こそが最大の敵だと理解しておったんじゃろうな。今のテュールはどちらも勝ち取る気がなさそうじゃ。オーディンも会いに行ったようじゃが、聞いてもはぐらかされてのう、うん、待て、狼が苛立ってる。最後じゃな。あれはコルレイだ。確か彼らは昔野営地でアトレウスと狼を作った。そうなの、優しいのね。コルレイダーはここに住まう生き物を敷いた。この地を汚してきたわ。駆逐した方が良さそう。ああ、任せるぞ。ノルンが未来を知っとるなら到着が遅れることも知っとるじゃろ。セーターシーフォローテそのこれがシンプル。知っていることはないの。途中で諦めたか、あるいは見たくないものを見たのか。こりゃ見事な探検じゃ。弱そうだ。儀式用じゃよ。誰かの宝物庫で見た気がするの。テュールだ。フレイヤ、前にノルンに会った時の話を聞かせてはくれんか。記憶が曖昧なの。夢から覚めた時のように、息子の運命は変えられないということは覚えている。余計に変えてやりたくなったわ。クレイトス、レイダーの野営地倒しておくかの。なるほど。どこにいるの。
一体何を言いたいか分かっているんだ。ルーンアタックはダメだ。変えられなそう。ずるいずるいやな、絶対買うじゃん。
かっこいいよ。弱そう。ただの長くだな。ハルトしたらこんな子だと思うんだけど、さすがに興味がないよ。まだ泣いてる。危険を嗅ぎつけているのよ、うん、もう恐れる必要などないのにか。過去の恐怖は簡単に拭えるものではない。あなたは理解できる。なんちゃんこのレイダーにビビってるってことまだ必要です。つまり届くのかな、これ。これじゃないとしたら掘るんでしょ。はい、そういうことですか。
くりね。で何が運命の女神と何かあったんじゃろう。どうせスパルタの亡霊の伝説は誇張されとるんじゃろう。誇張、ああ殺戮劇の部分は信じとるぞ。じゃが過去に遡り敗北するはずの戦いを勝利に導くとは信じがたい話じゃ。ラグナロクでゴールがヨルムンガンドを過去に飛ばすという話も信じがたいが。待て、敵がいるぞ。罠じゃ。出ました。さて
応が鈍ってる。じゃヘルタじゃ、やっと思い出せたわい。どの神が彼女の怒りを買ったんじゃったか。どうでもいい。そうか、怒りの化身となったなら知っても意味はない。話は戻すが、時を遡る話はどうも信じがたい。真実だ。運命の糸は命と時を紡ぐ。その力を悪用するのが、私の存在をなかったことにすると脅してきた。だから殺し、ゼウスにその力を使った。ありえないほど危険で、無責任な行いね。言っておくけれど、不快には、そんな力を持つ者は存在しないの。想像してみ。そんなものがあったとしたら、オーディンが手に入れ、わしらは今よりももっとひどい目にあっとるじゃ。あったとしても過去を変えろと頼む気はない。知識を得たいだけだ。経験上、それも十分危険じゃぞ。黙れ。なかなか言えませんね。八重地ね。だいぶ前から無人のようだ。それは
料理で使う材料の目録だ。調理法か？なぜこんなところに？材料を見てみましょう。その目録に手がかりがあるかも。なるほど。ここで目録を作ってたかな。材料が詰まるんだよ。調理法に書いてあるものと一致する。この近くに、ああ、この頭文字見覚えがある。ヤーリーとソヌールの物語じゃ。初耳ね。古いが、とても良い物語じゃ。この印にこの世界での旅路が記されてる。興味があれば他のも探してみるといい。どっかにあった。ここで会っているけれど、ソリでは進めないわ。黙れ。ノルンが暖かい屋内にいてくれるといいんじゃがな。どうせ外におるんじゃろうが。ビズガルズのフィンブルの冬はもうこりごりじゃ。焦らずとも時期にだ。炎が。剣の塚か。その塚、見覚えがある。気をつけるんじゃぞ。亡霊が武器に取り付くことはお前さんも知っとるじゃろ。うん、ノルン探しに使えないなら後回しだ。ほら探しましょう。こっち。ノルンの幻影の痕跡に術を解いてみる。フレイヤが何か見つけたようじゃぞ。寄り道は後じゃ。ちょっとこれ破壊しとくせん。オープナー。他の痕跡を探させましょう。ノルンのいたずらか。気づかれているの。
苦労すると言ったでしょ。あの呪われた王の剣の塚は何なんじゃ。まやかし、それとも偶然、何にせよ直に運命が教えてくれる。クレイトス、故郷の話を聞かせて。過酷で冷酷な土地だ。二人と変わらないのに。ここよりは暖かい。
前は神殿から世界を渡っていたんじゃ。ブロックに声をかけては冒険へ繰り出しておった。恋しい。ああ、あの頃は悩むこともなかった。そうだな。なんだ、おしゃべりしてえのか。なんだ
めえは心配しすぎだ。いいや、行くぞ。さあどうする。女王様はどうする？